ちょっとここでリレートーク的なものをやっていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。今日私たちオリンピック災害お断り連絡会といいますけれども、私たちの呼びかけに、たくさん、まだたくさんになってませんけれども、これからたくさんの人たちが集まってくると思いますが、緊急の呼びかけに平日午後ですけれども、仕事を休んだりして来てもらって非常に感謝しています。それでですね、今日森会長が猶予に任命するということで、緊急の評議会が3日から行われるということで、私たちもここにやってきました。すでに皆さんが言っているように、森会長の女性差別、女性蔑視的な発言、本当に怒り心頭ですけれども、これに対して日本国内よりもむしろ海外なんかの反応の方が早かったというふうに思いますけれども、たくさんの人たちから怒りの声が上がっています。当初は居座り、居直って、居続けることを、決意していたようですけれども、外圧も含めたたくさんの声があり、辞任を決めたようです。で、今日のその会議の中で、辞任表明をするらしいですけれども、なんとですね、辞めていく人が次の人を、後任の人を選んでいくという。で、また名前が挙がっている人がですね、これまた今日極右的な歴史認識を持っている人ということで、一体何なんだっていう思いがありますが、そういうことも含めて、まだこの後に及んでオリンピックをやろうと思っている組織委員会、IOC、それから日本政府、そして東京都の人たちに、ふざけるなということを、私たち言いたいというふうに思っています。大きなたくさんの人の中が、この今回の発言、今回の問題は、森会長だけの問題ではなくて、日本社会の問題なんだというふうに、言われています。本当にそういうふうに思います。ただ、さっきアピールしていた人たちが言っていましたけれども、私たちはこれはオリンピックの中に内在している差別のシステム、差別の構造というものがあって、そこを問題にしなければ決して解決はしないだろうというふうに思っています。近代オリンピックを作ったクーベルタン自身がとても女性差別的な人でした。彼はどういうことを言っていたかというと、女性はオリンピックに参加するんではなくて、立派な選手である男子を産むことが女性の役割なんだと。で、女性がオリンピックに参加するのは退屈であるっていうようなことをずっと言ってきたし、実際オリンピックに女性選手が参加できるようにずっとなっていなかったわけですね。で、私たちはオリンピックっていうのは今私たち生きている人々に対して非常に大きな困難を押し付けるものだというふうに思っています。で、そのことをオリンピック災害というふうに言っていますけれども、その災害の中の大きな柱に、こうしたスポーツの中における女性差別、それから、人種差別的なもの、こういった差別ですね、それから、暴力、今回の森発言も、暴力に当たるというふうに思いますけれども、非常に軍隊的な上位の形というのかな、そういうシステムというのがスポーツの中にあり、オリンピックっていうものの中にもあるということを、ずっと考えてきました。で、オリンピックに対して中止を求める運動というのをずっとやってきたわけですけれども、その後に及んでこうしたことが明らかになるような問題が起こっているわけだから、今私たちは今からでも即時組織委員会は新しい会長を選ぶではなくて、もう組織委員会自体を解散すること、それからIOC も JOC も開催すること、東京五輪はもちろん中止ですけれども、オリンピックというものを根本的に問い直し、廃止に持っていく、そういう契機にしたいというふうに思っています。ということで、今日マスコミの皆さんもメディアの皆さんもたくさん集まっていますけれども、メディアの皆さんにもぜひ森会長辞任のことに、ちっちゃく矮小化するんではなくて、オリンピックそのものの問題考えるきっかけにするような
なるような報道をぜひしてほしいなというふうに思います。怒っている人たちがたくさん集まっているので、本題にアピールをしていきたいというふうに思っています。短くてもいいので、ぜひぜひ発言をしてください。特に手が上がらなければ。あ、そうか。もう行きますか。それで、じゃあ、最初にですね、私たち別にこのタイミングに合わせてたわけじゃないんですけれども、昨年もですね、3月聖火リレーの直前に1年延期が決まりましたけれども、この状況下で、オリンピック早く中止しろということで、先週からなんですけれども、中止を求める、署名というのを集めていました。で一応、来週20日に提出する予定でしたけれども、このことがありましたので、京都市議会の方に一定の集まった分の数を声明ですね、そのものを、持っていこうというふうに思っています。私たちのグループの何人かが行きますので、それは、その人たちに聞いてもらい、待ってる間はここリレートークで伝えていきたいというふうに思います。で、メンバーが戻ってきたら、組織委員会の対応についての報告を受けていきたいと思います。ということでいいかな。じゃあ、行く人たちは行ってきてください。では最初に話すと多分いろんな人嫌だと思うんですけれども、いきなりいいですか。じゃあ、今ですね、神楽坂のギャラリーでオリンピック収束宣言という展覧会、非常に意欲的な展覧会をやっている実行委員会の方がここに見えているので、最初に発言してもらおうと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。今神楽坂の、セッションハウスというところでオリンピック収束宣言展という展覧会を開いている実行委員会を代表してまいりました。私ちょっと喋るの苦手なんで短くしたいんですが、このですね、日本の人々、日本に住む人々みんなが経済的に苦しんでいるこの最中に、8割の人が東京オリンピックは中止すべきだと言っている、その最中にオリンピックを開催しようとしている組織委員会がここにあって、その前で抗議することには大変意義があるなと思って駆けつけました。このすぐ近く、多分オレンジ色の古ぼけたマンションだと思いますけれども、あそこで数日前に老いた母親と40代の子供が餓死しているということが発見されました。90年以来日本の景気がどんどん悪化して、消費税が増税されて、人々に対する収奪が強化されていく中で、多くの人たちが餓死するところまで行っている。日本では年間に3000人もの人々が餓死していると言われています。この親子はお互いに経済的に頼り合い、身を寄せ合って生きてきた親子です。その中にはいろいろな親子の葛藤があったことでしょう。外の人間がこうだっていうふうにはいけないところがありますけれども、でもこうやって家族が身を寄せ合って死んでいくという光景を私たちは何度見たでしょうか。これは私たち40代ぐらいならみんな心当たりがあると思うんですけれども、ロスジェネ世代の人々がみんな直面している現実です。こんな人が餓死している中で、なぜオリンピックを開く必要があるのか、オリンピックが一体その人々の何の役に立つのか。私たちは経済的に苦しんでいる人々がいるのに、このようなオリンピックが開かれるということに反対します。そしてもともとオリンピックというものはこのように弱者を差別していくことで成り立ってきた、そういう祭典です。平和の祭典ではありません。ナショナリズムを盛り上げ、国と国とが相争う、その一つの面がオリンピックなんです。国別に人々が競い合う、スポーツの優劣を競い合うということはもうやめなければなりません。もっと人々に
温かいスポーツを競争ではなくて、お互いが仲良くできるようなスポーツを、文化としてのスポーツを今作り出していかなければいけないんではないかと思います。この子どもたちのためにも、子どもたちは学校で毎日競わされています。それはオリンピックがあるから、最後にはオリンピックがあるからなんです。そういう文化の場を作りたいと思って、今神楽坂でオリンピック収束宣言展、私たちはオリンピックの収束を宣言すると題して展覧会を開いていますので、ぜひこちらもご覧になってください。よろしくお願いします。ですね、今ここにいる人たちがたくさんツイッターとかで今こういうのをやってるよっていうのを流してくれたりしてるんですけれども、このプラカードの前に立っていると見えないよというのを教えてくれた人がいて、今とかしました。ちょっと避けた形でやりたいと思います。私もこのオリンピック収束宣言展見に行きましたけれども、とても面白いです。神楽坂の駅のすぐそばですし、今展覧会ちょっと少ないと思いますけれども、ぜひぜひ、見てほしいと思います。それから昨日もギャラリートークみたいなことをオンラインでやっていましたけれども、アーカイブというか残っているので、ぜひそれも聞いてもらうと、何が問題なのかっていうのが浮き彫りになるかなというふうに思います。続いて発言してもらいます。フェミンという女性のための、女性だけじゃないんですけど、フェミニストの、ニュースがあります。市民運動あります。そこの、メンバーの人が来てくれているので発言してもらおうと思います。皆さん、こんにちは。私は、そこに今掲げている、フェミン、婦人民主新聞という女性向けの新聞を出している団体から来ました。この団体は、1946年戦後すぐ作られて、ずっと新聞を出し続けています。ちょうどこの私たちの団体は、渋谷区にあるものですから、早速、すぐそばの千駄ヶ谷にある、JOC に、月曜日に、抗議文を持って行きました。ですが、受付のうちの代表ともう一人で行ったんですけれども、受付のところで結構ほろろに断られて、全然相手にしていただけませんでした。それですぐそれを郵送しました。で次の日の、火曜日の夜にまた JOC の前で、ツイッターで呼びかけたところ、40、50人の方が来ていただいて、一番すごい寒い夜だったんですけれども抗議活動をしました。本当に私は森さんが昔首相だった時に、子供を産まない女には年金はやらないとか言った時に本当に怒りに言ったんですけども、私は子供を産んでいませんけれども、子供を産みたくても産めない女性もいます。いろんな人がいるんですよ。そういう人たちに対して産まない女はいなくてもいいような発言をした森が、オリンピックの印象になっていること自体も間違っていると思います。本当にその上、この森が、自分が指名するなんて、こんなことがあっていいのでしょうか。一旦オリンピック委員会というのは何なんでしょうか。前国家の安保法制の時に、学生たちが国会前で民主主義って何だっていう声を上げていました。本当に民主主義って何なんですか。やめる人が次の人を指名できるなんてことが、一体これが民主主義と言えるのでしょうか。本当に疑問に思います。昼間の行動などでなかなかみんなが集まれないんですけども、私は今ある程度退職して時間もありますので来てますけれども、私の友人からも、もう
抗議活動には応援している、もう行ってねっていうあのメールや LINE がたくさん来てます。ツイッターで広めてくれる若い人います。こんなオリンピック、はっきり言ってそこに書いてありますけれども、女性差別の五輪はいりません。で、即あのオリンピック五輪をやめてもらうように訴えます。ね、頑張りましょう。ありがとうございました。あのフェミンの人たちの取り組みがとっても早くて、あのすぐに声明を出し、そして直接届ける、そしてあの、まあ、JOC の対応も本当にひどいなって、なんていうのかな、こういう権威的なそういうあの組織ってそもそも何なのかなというふうに、強くあの憤りを感じますけれども、それにもめげないで、翌日ですね、あの広く呼びかけて、JOC の前で、抗議のアクションを行ったということも、とっても心強かったです。私も参加しましたけれども、参加した多くの人たちがそれぞれ発言し、発言者全員女性でした。今日は、男の人も発言していますけれども、やっぱりあの、素早くそういう行動をいろんな人たちがやる、そういう人たちと連帯しながら、私たちも今日の行動を行っています。ということで次ですけれども、私たち、お断りくで共に活動している、深井聡さんが、今日わざわざかな来てくれているので、今東京に住んでいらっしゃらないですけれども、発言してもらおうと思います。深井さんお願いします。私は今あの長野県の松本市に住んでるんですけれども、最初にあの発言した、オリンピック、収束宣言展の昨日のですね、トークイベントに参加するために、東京にやってきました。それでちょうどこのタイミングで、森発言、そして、組織委員会会長職の辞任という、そういうタイミングになってですね、改めていろいろなことを、思い返しています。というのも多くの方がやっぱり今回の発言から、関心を持ち出している方結構多いと思うんですけど、私たちは、7年前、2013年、9月の、招致決定、からですね、この、今回の、オリンピック、東京オリンピックは、そもそもオリンピック自体にとても大きな問題があるんだけれども、いくらなんでもこれがひどいと、ね、現在多くの人が、これだけ新型コロナ感染症で、人々が苦しんでいるときに、医療体制がもう崩壊しているときに、オリンピックどころでもないという言い方がされています。私たちはもう7年前から今の日本はオリンピックどころではないと主張してきました。当然のことです。現在も福島原発事故は、それこそ収束からは程遠い状態にあります。それは何万人もの人々が避難生活を強いられています。にもかかわらず復興五輪というですね、最初からずっと分かっている、スローガンを掲げ、そして、国際ブエノスアイレスの国際オリンピック委員会の、会合で原発事故は制御されていると、アンダーコントロールだという、もう世界的歴史的な大きな嘘を安倍首相がついて招致したのが今回のこの東京オリンピックです。最初から嘘の上に招致されているわけです。さらに後に私たちが知ることになったように、委員の票を買うために賄賂が使われていたという疑いもほぼ明らかです。これは私はあのフランス関係の仕事をしてますけれども、フランス語のメディアには日本のメディアよりもはるかに詳しく、武田元、JOC 会長の賄賂疑惑については報道がなされてきています。
そして今回の、森組織委員会会長のとんでもない女性蔑視発言です。しかしこの女性蔑視発言、過去のこの元首相の発言からして想定外のことでしょうか。原発事故の時も想定外ということがよく言われました。しかし私たちはこの組織委員会の会長が、オリンピック組織委員会の会長がこのような考え方の持ち主であり、いつこのレベルのとんでもない発言がするかわからない人物だということをずっと前から知っていたのではないでしょうか。完全に想定内の出来事なんですね。で、私はオリンピックっていうのは本当に一度回り始めるとですね、どんな問題があっても五輪しで進むんですね。それはなぜかといえば利権が絡んでいるからであり、とりわけ今回のオリンピックに関しては、安倍前首相にとって非常に大きな政治的な戦略、策略がかけられていたからです。で、現在どうなってるんでしょう。森さん本当に辞任したんでしょうか。辞任という言葉はどんどん疑わなければなりません。川口三郎さんと一緒に表向き地位を譲って自分は相談役になる、これを本当の意味で辞任とは言いません。本当の意味での辞任というのはまず組織委員会の中で決めなければならないことですし、全く当たり前の民主的な手続きが抑えられていない、まずこのことを私たち認めてはいけないと思います。そしてよく考えてみると安倍前首相の組織委員会のこれ名誉顧問なんですね。だから、川口さんという人が仮に事業会長になったとして、この名誉顧問と相談役の二重分割体制が敷かれるということに過ぎないわけです。あえて言えばオリンピックマシンの部品2つを入れ替えただけなんですね。これでは何も変わりません。本当に変えていくためには、この、女性蔑視発言が、今この2021年にしてしまうような人物が首相職を、辞任を余儀なくされてからさらに20年間なぜこの国では権力を行使する立場にあり続けてきたのか、つまりこの女性蔑視発言はこの国のさまざまな権力機構によって養分を与えられてきたわけです。この養分のもとに立たなければ10年も20年も同じことが繰り返されます。今回のこのことをきっかけにオリンピックのマシーンをまず停止しなければならない。停止しなければ検証はできません。中止して今回の招致の最初から今までを全て検証する、それもきちんと、独立の調査委員会を作って検証するということが私たちにとってこの国でこれから生きていくための最低限しなければならないことなのではないでしょうか。そのためにオリンピック中止というのは私たちにとって究極の目的ではありません。出発点です。それさえ行われずさらに強行されれば強欲、傲慢、ご利用しもこの日本の保守政治が続くでしょう。今私たちは立ち上がってこれをやめさせなければなりません。ご通行中の皆さんも、ぜひ私たちと一緒にこの戦いに立ち上がってくださることをお願いして、私の発言を終えたいと思います。ありがとうございました。高橋さんありがとうございました。ですね、今ちょうど3時でこれからですね、その臨時会合っていうのが始まると思うんですね。それで多分ネット中継とかもあると思うので、もし、森さんの発言とか始まったらちょっと、皆さんにお知らせしようかなと、共有したいなというふうに思っています。
リアルタイムでやっていきたいと思います。それからまだしばらく時間があるので、たくさんの人に自分の思っていることを短くてもいいけど、ここで声を上げてほしいというふうに思いますので、ちょっとみんな何か言うつもりで考えておいてください。それでですね、次の方の前に、今私たちの会のメンバーが今集めている、署名ですけれども、組織委員会の方に持って行ってきました、戻ってきたのでその報告を先に受けようと思います。でお願いします。オリンピック関連のお越しの皆さん関連が本人できています。本日の参加時間が組織委員会が担当されているということで、私たちの皆がオリンピックの中心の即時中心コントロールの要請書面というものをちょうど先進の土曜日から始めました。まだ今日で1週間なので、個人団体で300、そして海外で署名も集めています。で30ということで、ちょっと数がまだ少ないんですけれども、これから多くの方々に宣伝の上にもしていただけるように、宣伝の上にもしています。本日は組織委員会に対して、私たちの要請のお趣旨を伝えるために3名のメンバーで受付まで行ってもらいました。受付の方にさっさと入れたんですけども、受付の方でこの要請文を、私そして組織委員会の議論に反映してほしいということを聞いたとたんに、すぐに国際に開催しなさいと、ここが関係者が受付を通るので邪魔になるので皆さんが一旦参戦してください、そういうふうな形で、言われました。私らが言ったことというのが、組織委員会の皆さんがまずに私たち市民の意見に、私たちがどういうふうな思いを持ってオリンピックを見つめているのか、私たちが7月に行われるオリンピックというのはまず中止をすべきだと、そういうことをまず組織委員会の中で議題にしなければいけない。単に森会長が辞任して新たな会長が選出されれば、組織委員会の女性差別の体質、これが改善されるとは決して思いません。そうしたことを、組織委員会の会議の前に文面で伝え、そしてぜひ今日の組織委員会の議題に挙げて、会長の任命の問題だけではなく、東京オリンピックの開催の是非を組織委員会できちっと議論をしていただきたい。私たちはこのコロナ禍の中ではオリンピックを開催するのは到底無理だ、無謀なことである、そういうふうに考えていることを、伝えようと思いました。受付ではそういう対応をされ、外に一旦出ましたけども、一応、組織委員会の、その、私たちの文書伝えるという約束をしていただいて、要請文は施行することができました。その場でもって私の方から、メディアの方々も含めて、私たちが今日この組織委員会に、こういうふうな形で、来て、そしてオリンピック、中止にすることによって、やはりコロナ禍で一番苦しんでいる、市民の人たちに、そうした莫大な資金を振り向けるべきだ、オリンピックなんかにお金を使っている場合ではない、そういう思いを、私たちは組織委員会に伝えて、そして組織委員会で議論してほしいというふうな、そういう思いを一応伝えることができました。ただ全体的に組織委員会の体質だと思いますが、委員のメンバーが、来るその当日に私たちがいることが非常に邪魔であるというようなことで外に出なさいということで、少し緊迫した状況にもなりました。外に出てから、一応私たちの主張を、組織委員会の、事務方の方に、お渡しし、ぜひ今日議論していただきたいということを伝えることができました。メディアの方々にも
市民のそうした考え思いをぜひとも多くの人たちに宣伝していただけるようにその場で伝えて、私たちの要請分の要請行動を終わって返してくることができました。報告に変えます。本当は組織委員会 JOC も先ほどフェミンの人たち持っていったのを受け取らなかったという話してましたけれども、なんか形式的な対応で、すごい威圧的権威的、こういうところにも、オリンピックの、体質が現れているのかなというふうに思います。ちゃんと、私たちの声聞いてほしいと思います。私たち来週の、20日の土曜日ですけれども、今度は JOC に対して申し入れ行動をやろうと思っていて、その時にこの署名も集めて集まった分を第一次として提出する予定です。これからまだ1週間ぐらいありますので、ぜひたくさん拡散してもらって、なるべくたくさんの人たちの声を持っていきたいというふうに思っていますので、協力よろしくお願いします。で今、多分森会長辞任のもう発言を始めていると思うんですけれども、うかいさんが聞いていると思うので後でちょっと紹介してもらおうというふうに思います。ということで続けてまたアピールを受けていきたいと思いますけれども、私たちこの間一緒にやっていて、とてもいろんな取り組みしているハンゴリーの会の人たちからアピールをしてもらおうと思います。まず、いっぱいいますけど、まず、お願いします。ハンゴリーインド会、と申します。2013年からの1月から、発展の行動を、やってきました。ですね、この森が巡っている、歴史的な、瞬間を今立ち会っているところなんですけれども、思い返してみればですね、招致した2013年9月の、招致した時に喜びさんで飛び上がった人たち、森とか、猪瀬とか安倍とかですね、そういう人たちが、そのまま宙に消えていくというような、全員は今消えていくところに立ち会ってます。ただですね、この3人、消えていくだけでは困るんですよね。やっぱりオリンピックも3つの分で経験が来ても、そうしたものを、非常に強くここで思ってます。で久しぶりですね、このトリトンスクールが来ました。この組織委員会、何度も何度も足を運んだところなんです。なんでここに、来たかというとですね、このトリトンスクールからもほど近いワンダンブのところで農宿の方々が住んでいる場所があります。そこをですね、オリンピックの、シンボル的な施設を作るということで、その人たちの場所を、通行止めにする実質的な追い出しを行おうとしたということが、2018年から19年にかけて組織委員会、東京都公安局、これらの人たちによって行われようとしました。それでですね、私たちもこの組織委員会に対して交渉あるいは抗議で何度も足を運びました。今回のですね、発言大問題ですけれども、それだけじゃないわけですね。例えばこの農作の人たちの追い出しをこのトリトン地球の足元の場所でも行わなとした、あるいは実際に行った場所もあります。潮田線公園というところです。ビーチボール場の
仮設のビーチバレー場が作られようとしている、して工事が入ったところ、2019年の12月1日にですね、その公園で住んでいた夜間就寝していた人たちを追い出して、その工事を始めました。他にも例えばですね、宮城公園に2016年の4月に農事部の方々を追い出して国立競技場の建設工事を始めました。農事部の方々だけではなくて、隣にその、レース公園隣にある霞ヶ丘アパート、ここの住人の300世帯、これを追い出して、その上で、国立競技場を作ったわけです。国立競技場を作った主体が JSC です。 JSC の、会長代表、これは森の公害です。こういった形でですね、森というのは隠然たる影響力もあらゆるこのオリンピックに関するですね、いろんな組織に及ぼしています。今回もですね、組織委員会の、委員長、辞任するということですけれども、今後一切関わりませんという話はしていないでしょう。陰性なり安全たる影響力を聞くということを、やろうとしているかと思います。まあ、看板としてですね、あんまりふさわしくないので引っ込んでてほしいという、そういった思惑も、組織委員会や東京都にはあるでしょう。そうした中で、今回の辞任が行われる。たったこれ辞任だけで、許されるものでもない、許してもならないというふうに考えています。今まで大勢の農事部長を追い出し、都営住宅の住民を追い出した責任を取ってください。森は辞任する前にまずは責任を取ってほしい。私たちはそのように考えています。先ほどですね、署名を渡した時の様子の報告を、していただいて、聞きました。私たちが交渉した時もね、非常に傲慢な態度でした。今回は3人というふうに向こうが言ってきたんでしょう。僕たちの時も、3人に絞ると、当事者が大勢いるのにもかかわらず3人に絞れという要求をしつこくやってきて、それに何時間も揉める、何時間も拒否するというようなことが、そういうような体質です。なんで3人に絞る必要があるのかと、合理的です、理由を説明してくださいと言っても全く答えることができなかったです。上から言われている、上から言われていると、そういったような、説明しかできなかった、まあ、すごい傲慢な組織、が、組織委員会として、ここで、まあ、組織委員会をやっているということが、その時にも非常に強く感じました。まあ、今回の件でも、署名の提出の後に、邪魔だからどいてくれみたいなことを非常に失礼なことを言ってきたらしいですね。ちゃんとですね、私たちの意見を聞いてください。私たちの意見を聞いたらですね、今回の森のような発言をする人物が堂々と今まで会長、委員長に、就任していられたわけがありません。森の辞任、これだけにとどまらせず、オリンピック自体を、やめさせていく、そういったことに、今回の動きをつなげていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。今の方の発言聞いてると、やっぱり人の命をないがしろにする、そういうオリンピック、東京オリンピックもそうですけれども、他の地域でも、他の、国のオリンピックでも、
そこに住んでいる人たちをオリンピックの競技場を作るために排除していくとか、あと、その場所を作るために森林破壊をしていくとか、そういうことが様々起こっています。オリンピックのためにどうして私たちの生活がそこまで踏みにじられなければいけないのか、そんなオリンピックはいらないということを強く思いました。引き続き、発言してもらいます。じゃあ、お断りんくの仲間からです。こんにちは、全然慣れないんでちゃんと喋れるかとか自信がありませんけど、なるべく短く言いたいことを言いたいと思います。我々は、このコロナになる前から、ずっとオリンピックやめようって言い続けてきました。皆さんもまさに、もうコロナでからやめましょうっていうこと、もちろんそう思うんですけれども、僕らむしろ、このコロナ禍でなおかつ、オリンピックを強行して しようとするような異常な IOC、そういう連中がやるオリンピックみたいなものをやめましょうというふうに僕は一番言いたいと思います。今日の、この数日間の、差別の話にしても、IOC が一番初めに、森さんの、発言を、謝罪したんだからもう問題ないっていうふうに初めは言っておきながら、それを何週間もそれが収まらないということで自分たちは何も関係しないかのように今度は問題だと言い始めると、でとうとう、アメリカのテレビ局まで批判しだしたということで、いよいよやめさせる、こんな無責任な、連中がやる大会なんてもう無理してやる必要あるんでしょうか。もういい加減にしましょうよ。こんな連中ともう付き合うの嫌だからそろそろもうこんなひどい思いしながらオリンピックとかやるのにやめましょう。それを一番僕は言いたいです。短いですけど本当に。今ありましたけど思い出しました。大事なことはアメリカの、メディアがという話ですけれども、昨日ですね、アメリカの NBC という放送局の、ウェブサイトかなニュースサイトにジュールズ・ボイコフさんが、森会長はここを去るべきであるという報道をした記事を書いたというのが、今回の辞任につながる大きな、要素だったんじゃないかという報道が日本のメディアの中でもされていました。ジュールズ・ボイコフさんは2年前に、私たちの、一緒に福島に行ったりそれから集会に参加してくれたりして、とてもオリンピックの、批判的研究の政治学者ですけれども、この間日本の状況についても、とても詳しく知っていて、的確な発言をしてくれています。そういうボイコさんの発言が、大きな、力になったということを聞いてこれも私たちとても励まされましたけれども、ただ、あんまりやっぱりちゃんと伝えてないなというのは森さんの、女性差別発言だけではなくてボイコフさんはやっぱりその記事の中で、オリンピックの中に、そういう根っこっていうのが内在しているんだということを、きちっと言っているわけでそのことも含めてきちんと報道してほしいなというふうに思いました。引き続きですけれどもハンゴリンの会が今回の、森発言を含めての声明を出していると思いますけどそのことについても報告してもらえるのかな。ハンゴリンの会の人お願いします。どこ、あ、先にじゃあ、ごめんね、私が声明のこと言って。ハンゴリンの会です。
今、仲間がビラを配っているので、ぜひ私たち、緊急で、この度ビラを声明を出しました。この間森喜朗の退陣を、求める声が高まっていました。もちろん当然ひどい、差別発言をする、それをまた DNC が笑うというような構造、本当に許せない状況に、がずっと続いて、報道されていました。で、退陣を追い込まれているわけですが、ハーモニーの幹部はですね、こういった、差別行動、そのものがオリンピックだということで、オリンピック自体を、廃止するよう、求めています。2013年東京オリンピックがまだ震災の傷跡が生々しく残る中、招致活動が始められました。東北の人たちの、厳しい状況にある中で、ここでなぜ東京がまた丸儲けするようなオリンピックが東京で開催しようとするのか、本当に疑問でした。で、私たち、さらに貧困層が世界中でこういったメガスポーツイベントで排除され、街が壊されていくことも、知っています。そういった中で、仲間たちがオリンピックが拒否しないでおこう、そのような、声を呼びかけて、ハーモニーの幹部が立ち上がりました。そうした中ですね、 IOC、IOC の総会でプレゼンテーションを控える中、柔道女子のナショナルチームが勇気ある告発によって、ひどい暴力を受けてきた、セクハラを受けてきたと、告発したんです。そうして、そのきっかけがあって、この日本のスポーツ教育、スポーツ業界の中でたくさんの権力やセクハラがあったということが明るみになりました。それが2013年の時です。そしてですね、 DNC、および他の、体育関連の団体は暴力根絶、セクハラ根絶宣言をしたんです。あたかもそこでこれからは暴力がセクハラを行わない、そういったことを宣言した、ように見せかけましたが、実際はどうですか、この8年間、そこで JOC は IOC 総会で温存はたきですね、アンダーポントのような、さまざまな、まるで東京がオリンピックを関係しているような、そういったプレゼンテーションを行って、オリンピック招致を嗅ぎつけたわけですが、実際この8年間オリンピックループでやってきたことが、たくさんの街の破壊、団地の10棟もある団地を破壊し、高齢者が引っ越したくないというのに、それを同時に追い出し、他の地が全く知らない場所と、引っ越したのを追い出すような状況になっています。80歳、70歳、90歳の方々が そこで30年、40年暮らしてきた方々が、オリンピック新国立競技場の建設のために活動がされている、何人もいるわけです、そういった人が。そしてですね、街がどんどんと開発が進み、公園は民営化され、街中がツーリストのための街に変わっていく、そういった状況がもうずっとずっと続いています。先日、ちょうど昨日でしょうか、昨日おとといでしょうか、この取り組み県がほら裏にあるマンションで、84歳の女性と54歳の女性が
水道料金と電気料金も払えない状況で、亡くなっているというのが見つかりました。オリンピック開発でここは華やかに展開している中のこのコロナ禍で厳しい生活に追いやられ亡くなっていた、そういった事件がありました。本当に胸の痛む状況です。何を優先してこの街を、この、今私たちは何を優先して進めていかなければならないのか、確実にオリンピックにはないことがはっきりしています。それはもう2013年からずっとそうでした。まるで暴力をしていない男女平等だと IOC はまるで人権を配慮していると、いつも、口先ばかりでオリンピック憲章に関しても、そのように言っていますが、実際やっていることはオリンピック自体が、あらゆる差別とあらゆる破壊を行って準備されてきているということです。これは東京だけではありません。2016年のリオオリンピックでも7万7000人の貧困層の人たちが強引に追い出されオリンピックを準備されました。平昌オリンピックでも平昌の街のコミュニティが壊されて全く違う土地に暮らさざるを得ない、農家をしていた人たちがその農地を奪われ、違う土地で全く違う仕事をしながら生活をしていかなければならないという状況になりました。さらに500年も続いてきた原生林を破壊して500年でかけて作ってきた森をですね伐採し、数日のオリンピックのためにその森を原生林を壊した、そういった状況が起こっています。これは毎回オリンピックが起こっている本当に破綻です。それをまるで華やかなテレビでも映っているのが華やかな監督の演出によってキラキラと平和の祭典だと表現を打っていますが、実際やっていることは本当にひどい。数開催都市では必ず反対運動が起こっています。直前になって街中が反対しています。今東京でももう本当にだと住民の8割がオリンピックを反対していると言っています。こういった問題をですね、この機会に組織委員会は森さん長を再任させることでオリンピック自体を守ろうとしていますが、私たちはオリンピックそのものが差別を作っており、差別と反省であり、破壊を起こして長期だともう強く言いたいです。ここがオリンピック守ろうと森さん長を再任させたことも、これで済ませようという、組織委員会、私たちは、森の発言ではっきりと私たちは分かった、オリンピックはいりません。もう、組織委員会はもうやめて、必要はありません。私たちに組織委員会は必要ありません。たくさんの国費を使っていますが、それを全ての今必要な人たちに、コロナで仕事を失った人たち、医療が必要な人たち、医療従事者に回してください。何が優先されるべきなのか、私たちみんなが分かっています。オリンピックではないことがはっきりしています。森さんの感じだけでは
私たちは許せません。オリンピック自体をやめてください。今、私たちの仲間たち、ハンガリーの会のビラを配っていますので、ぜひ、このビラを受け取って、運転いただければと思います。よろしくお願いします。とっても素晴らしい声明だというふうに思います。読んで励まされるし、私たちもそうだそうだと思いながら、こういった声っていうのも、たくさんの人たちの中に広げていきたいと思います。ハンガリーの会の人まだたくさんいるので、後からも発言をしてもらいます。ではですね、今さっき森会長辞任 の意見表明したらしいんですけれども、聞くところに生中継されてましたけれども、ところによると、これは誤解であるということで、言い訳に終始していたと。で、メディアにはめられたではないけれども、まあ、自分は辞任に追い込まれたというよっぽど悔しい気持ちがあるんだと思いますけど、お行儀は悪いなというふうに思います。その辺のこととかその後のことも含めて、この間の、ツイッターでも情報発信してくれている、私たちの仲間からちょっと発言をしてもらおうと思います。お願いします。ああ、聞こえますでしょうか。何も考えてなかったんですが、振られたので少し喋りたいと思います。私は杉原浩二と言います。武器取引反対ネットワーク、ナジャットの代表をしていますけれども、まあ、この間出られる時だけですけれども、この鬼パラに反対する行動に、時々ですが参加してきました。もういろいろな方が発言されていますけれども、もはや日本の東京オリンピック・パラリンピック組織委員会には存続する正当性は一切ないと思っています。今回の森喜朗の差別にまみれた発言だけではありません。本人が辞めようと思ったのに、組織委員会の中からそれをやめないでくれ、あなたが辞めればオリンピックが終わるとまで言って慰留した、差別に向き合うことを放棄して自分たちの組織はオリンピック利権を優先した、そのこと自体がもうこの組織が自浄能力を失っていることの何よりの裏切りだと思います。僕は本官の本発言の後も、まあ、ネットでいろいろ見たんですけれども、 JOC の方でしたかね、評議員官っていうのが57人いるんですけれども、なんとその中の女性がわずか1人なんですね。56対1という驚くべき比率なんです。こんなことによく何取ってきたなというふうに驚きました。まあ、僕自身も知らなかったんですけれども、なぜこれを私たち主権者、そしてメディア、スポーツ界が見過ごしてきたんでしょうか。この1点だけ取ってみてもこのオリパラ組織委員会として専門の主義がもはや時代の異物であるということが明らかだと思っています。今今日報道を見てきたが、森さんが自分の貢献に事実を指名した川口三郎というですね、韓国やアジアに対する差別発言を連発して桜井よし子さんをですね、国士だとまで褒めたたえて、そして月刊の花田の愛読者であることを公言する、そういう人種差別にまみれた人間がですね、公平に人種を指名されました。さすがに世論の批判が起こったということで、今並んでいる報告では政府が川口さんを公言しないように働きかけを始めているというふうに言われています。もはやもう終わってるんですね、この組織委員会、そして日本は女性に首を突き下げて批判を管理して、なんとかオリンピック利権を守り抜こう、
空まで人の仲間と本山の中から新鮮でこの組織委員会のすぐそばで悲惨な地震事件が起きれば何があっても守りの自分たちの事件だけというのがこの組織委員会 JOC の染みついた体質です。私たちは今回の森吉夫の差別事件をきっかけにこういった腐り切った利権者たちが牛耳る日本の社会や政治を変えていくためのきっかけにしたいと思っています。私が普段取り組んでいる武器取引の反対運動では国内外の分散型複合体というのを相手にしています。まさに利権にまみれて人の命に救うように血にまみれて自分たちの利益を求める集団です。こうした利権集団はそこかしこにいます。飛行基地をめぐってもそうでしょう。敵対かれたにしがみつく産業界、そして政治家、そして今回のオリンピックでも同じように利権にしがみつく人たちがあぶり出されました。私たちは会長が倒ればいいという問題ではないということをはっきりと決めるべきだと思います。誰が選ばれるのか、組織委員会がやるべきことは自ら解散を決めてオリパラの中止を宣言することです。本来何らかそれを決めるべきですけれども、私たちはこれからも野田議員と働きかけを続けて一日も早く東京オリパラ、そしてオリンピック、パラリンピックそのものも反止するために、魅力なんですけれども、これからも力を尽くしていきたいと思います。頑張っていきましょう。杉原さん、ありがとうございました。ちょっと風で飛んでしまって誰かの、すみません、あ、でも発言頼もうと思ってた、あ、ごめんなさい。じゃあ引き続きですけれども、ハンゴリの会の仲間から発言してもらいます。お願いします。皆さん、抗議行動にお集まりしました。本当にお疲れ様です。私もですね、今日この抗議行動に来る途中の、電車の中で、組織委員会の会長の、後任に森から指名されていた川口が、推薦を辞退する意向だというニュースを、電車の中で見ました。でもここ連日ですね、その森の差別発言にもう日本中が本当に怒っていて、日本中どころじゃないですね、世界中から抗議の声が殺到していて、今日もこんなに多くの、マスコミの人来てますが、でなんか私はすごく恐れているのは、話題がですね、次の組織委員会の会長が誰になるのかとか、そういう話に収まってしまうのが私は本当に不安です。次の組織委員会の会長に誰がなろうかなんてはっきり言ってどうでもいいです。次の会長に例えば女性だったり若者だったり、ものすごくリベラルな考えの人たちがなろうとも、これまでオリンピックが私たちの街でやってきたこと、私たちの生活を壊し続けてきたこと、それはなかったことにはできません。表面的にジェンダー平等だとか多様性だとか、そういう甘い言葉がコンピングしたところで、オリンピックが今まで私たちに対してやってきたことっていうのは本当に変えられないんです。性差別発言を受けて組織委員会もさまざまなスポンサーも、森の性差別発言はオリンピック・パラリンピックの精神にそぐわないと、オリンピック・パラリンピックの精神に反していて遺憾だと、そういうコメントを出すところがたくさんありました。しかしオリンピック・パラリンピックの精神って何ですか。2013年安倍首相はブエノスアイレスの IOC 総会で福島はアンダーコントロールだと池下おちゃんと発言しました。そうやって東京に
福島は終わったことだと、震災の被害は終わったことだと、そうやって嘘抜いて東京にオリンピックを招致しました。東日本大震災の被災者だけではありません。2013年に東京に招致が決まってからほぼ毎年のように全国で大きな災害が相次いでいます。水害に見舞われた人、台風の被害に見舞われた人、地震も何度もありました。地方ではそうやって本当に苦しんでいるのに、この東京がオリンピックの大開発のために労働力も資源も準備も予算もそして人々の関心も全部東京のオリンピックに奪われて、地方の被災地は本当にないがしろにされてきました。そして今までも、ね、何人かの方が発言をしていますが、オリンピックの開発のために野宿の人たちが寝場所を追われる、住まいを追われる、都営住宅が解体されて長年暮らしてきたお年寄りが立ち残される、そういうことが起こっています。労働者も過酷な状況を強いられてきました。新国立競技場では2017年若い現場監督が過労のために自殺をしました。ここからすぐ近くの選手村でも2人の労働者が亡くなっています。ビッグサイトでも去年の酷暑で労働者が熱中症で亡くなりました。オリンピック開発のためにたくさんの外国人労働者が建設現場に導入されて、その一方でオリンピックに向けて世界一安全な日本にするんだと入管は外国人の人たちへの虐待、人権侵害をどんどんひどくしています。オリンピック・パラリンピックの精神という名のもとに、さまざまな人たちが生活を踏みにじられ、人権を踏みにじられ、命まで奪われています。そんなオリンピック・パラリンピックは今すぐ、なぜ今も生き残っているのか不思議なくらいです。今すぐ中止するべきだし廃止するべきだと私たちは考えます。いくらトップがリベラルになろうと何の意味もありません。オリンピック・パラリンピックを中止し今すぐ廃止です。東京でやらなければいいという問題ではありません。オリンピックはどこの都市で開催されようとも巨額の予算を食い潰し、街を破壊し、人々を追い出し、人権侵害をし、街は監視カメラや警察の管理だらけになり、そうやって人々の生活を押し潰すのがオリンピックです。2024年開催予定地のパリでもたくさんの人たちが抗議の声を上げています。2028年の LA でもたくさんの人たちがオリンピックに反対の声を上げています。そもそも2028年まですでに開催都市が決まっているというのは、2024年の開催都市を決めるときに多くの都市がもう招致に参加しない、招致活動から撤退する、それらの都市の住民たちが住民投票でオリンピックにノーを突きつけて、たくさんの都市がその招致活動から身を引いたんですね。つまりもうオリンピックに魅力を感じている都市はなくなってきてるんです。だから IOC は焦って2028年まで開催都市をすでに決めてしまった。そのぐらいもオリンピックっていうのは終わったもの、終わらせなければならないものなんです。私たちは何度も繰り返しますが、組織委員会がもっと全団労働に配慮した運営になってほしいとか、もっと革新的なリーダーに来てほしいとか、そんなこと一切求めてません。組織委員会が直ちに解散しなさい。IOC も JOC も解体されるべきです。オリンピックは世界中から永久に廃止されるべきです。私たちはオリンピックが廃止されるその日まで反対の声を上げ続けます。ありがとうございました。
ありがとうございました。一応ですね、私たち臨時会合というのが3時から4時半というふうに聞いていますので、その時間ぐらいまでは、ここで、抗議の声上げていきたいなというふうに思います。非常に象徴的な権威的な、この臨時会合って言いながらなんかすごい出来レース的な会合ですけれども、少しはですね、私たちの声をちゃんと聞いてほしいなというふうに思います。この今この誤入読んで、やはりコロナウイルスのことがあり、今私たちの中の、いろんな世論調査でも8割の人たちが、オリンピックは開催すべきでない、今開催すべきではないというふうに思っている人たちが、8割以上というふうに言われています。それにもかかわらず、会長をすげ替えて、オリンピックをあくまでもやり続けようとする人たち、それから、やり続ける中には例えば無観客でとか、日本人だけ、日本人だけという言い方もすごいなというふうに思うんですけれども、国内参加者だけでとか、いろんな声が上がっています。つまり、オリンピックをやめてしまうと、ものすごいお金の損失になると考えている人たちがいるんですね。無観客でも何でもオリンピックをやりさえすれば、そうすれば、放送権という、ものすごい巨額のお金が入ってくる、それでもって IOC は潤う、私たちの命をないがしろにしても自分たちの金儲けのためにオリンピックの開催にこだわり続ける人たちがいて、その象徴が組織委員会、IOC、日本政府、東京都なのかなというふうに思っています。その人たち本当に恥を知れ、もっと、政治をやる人たちは私たちの命、暮らしのことを考えてほしい、お金は使うべきところに使ってほしいというふうに、強く強く思います。そのことを、今この臨時会合をやっている人たちに届けていきたいというふうに思っているので、みんな怒りの声を、引き続き、上げていきましょう。じゃあ、お断りの仲間から発言してもらいます。発言されておりますよ、気をつけてください。あれ大子でいいのかな。ちょっと今頼んあいたってお願いします。皆さんこんにちは、お言葉リンクの、桜井大子です。もうすでにたくさんの方が私が思い浮かん頭に浮かぶこと、今心に思っていることもすべて語られています。ですがやはり私は私の言葉で皆さんにお伝えし共有してもらえるように、なんか訴えたいと思います。その前にこの怒りをですね、スプレーコールで皆さんと一緒にやりたいと思います。選択肢は全然ないです。私たちにとっては中止だけ、廃止だけです。中止、中止一択、東京に国民、中止一択、東京に国民、東京に国民はマッピーだと思います。オリンピックを喜ぶこと、ノーオリンピック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 、オリンピックはどこにもならない。さて私たちは今東京オリンピックができるかできないかという瀬戸際に立たされている JOC の私たちではないですよ、 JOC 組織委員会の、組織委員会がそのような危機に立っています。私たちは、その組織委員会が腐ってようと腐ってまいと先ほども言われましたけれども、どのようないい人が官庁になろうとオリンピックはダメなんです。これまでたくさんの人々を傷つけ、
住まいを奪い、たくさんの金を使い、税金を使い、緑を壊し、海を壊し、そして何と言っても福島原発を、あの事故をアンダープトンと言って嘘をつき、承知し、そして今度コロナに打ち勝つと、そのようなデタラメで私たちの税金を湯水のように使い、格差を広げ、差別を助長し、そのようなオリンピックを続けるわけにはいきません。オリンピックはどこにもいらないんです。オリンピックをやったところは、やった国は、やった都市は、みんなその後始末に何十年もかかってるんです。そんなことなかなかここにいるメディアの人たちは報道してくれませんけれども、オリンピックで得をするのはごく一部の人です。オリンピックを楽しめる人もごく一部の人です。そのためにたくさんの人が犠牲になることはありません。ましてや今コロナです。コロナの拡大に皆さん恐怖に驚いている。この状況、医療体制が崩壊するかもしれないと言われている。医療従事者にお金が払えないという状況、医療従事者もこれ以上続けられないと言われています。そういった状況の中で、まずさらにオリンピックのために医療資源を使うのか、医療に従事する人たちを酷使するのか、そういったことももう既に語られております。ですがそれでもオリンピックは絶対にやるという、これがオリンピックの体質だと思います。何があってもオリンピックをやる。人が死んでも、人が苦しんでも、それでもオリンピックをやりますという、森はずっとそう言い続けました。それがオリンピックの問題点だと思います。だからオリンピックはこれまで金持ちと権力者によって続けてこられましたけれども、その問題が今とてもよく分かりやすく出ているというふうに私たちは見るべきなんです。コロナだからダメなんじゃないです。今コロナで分かりやすく問題が見えてるんです。こんなオリンピックはこれからも東京でもやられては困ります。だけどこういったものは続けられてはいけないんです。オリンピックというのは私たちはお断りと言いますが、オリンピック災害、オリンピック災害をお断り連絡会なんです。オリンピックは開かれるために災害が作り出される。いい思いをするのは人間一部の人たちだけであるということ、楽しめるのも本当に楽しめるのも一部の人たちだけであること、焦るのもごく一部の人たちだけがそこで活躍できる、そのような本当に格差だけの、格差まみれ、そして利権まみれ、差別まみれ、いろんなところもう散々しかないようなオリンピックを続ける必要がないという言葉じゃないんです。続けちゃいけないんです。でそれが今ましてやこのコロナ状況下です。なんとか森が舐めて落ち着くのではなく、私たちは森の問題が出る前からオリンピックの問題を訴え続けてきました。ぜひこの機会、なぜこの状況になってまずオリンピックやりたいと言ってるのかということを真面目に皆さん一緒に考えてください。マスメディアの人 もう本当に考えてほしいです。そしてそれがこれこそがオリンピックの本質であると、森発言の皆さん批判されてますけれども、あれが本当にオリンピックの本質だと思います。ずっとそれでやってきたんです。私たちはそんなオリンピックは真っ平です。オリンピックを中止にしよう、オリンピックを中止にしよう、オリンピックを中止にしよう、オリンピックはズボッポンじゃない、ノーオリンピックセイニュー、ノーオリンピックセイニュー。自転車行きます。自転車中入ってください。この取り組みのスクエアの中に、3時から
オリンピックの組織委員会が行われています。一応4時半ぐらいまで、会議が行われるというふうに言われています。森会長が辞意を表明し、そして後継の、会長が選出されるという、まあ、そういう今日は会議だというふうに聞いています。昨日、まあ、森会長が、後継として、川口氏を、指名したという話をね、そして今日は、そのやり方に対して、その疑問が投げかけられていたために、川口氏は一旦それを拒絶したというふうな報道がされています。実際に後継の環境がまた何になるのかというのは、いまだにちょっとはっきりはしないところがあります。私たちは今日、この組織委員会の、会議に、私たちがここに来たのは、森会長を辞めろというようなことを趣旨にしてきたわけではありません。森会長が辞めて次に会長が選出されたとしても、森会長の、さまざまな発言に象徴される、その本質は組織委員会そのものだというふうに私たちは受け止めています。最後の森会長の女性が委員の中の女性の方がいるために、発言が長引くというような非常に女性差別的な発言、これは別に森会長はそのことについて彼が理解をして自分の言動が女性差別的だということを理解した上で謝罪したのでは決してない。それはそのもの釈明を聞いていれば誰でも分かることです。組織委員会の理事は35人いますが、そのうちなんと7人しか女性はいません。 JOC 日本のオリンピック委員会、ここには63人の常任がいますが、63人のうちなんと2人しか女性はいません。国際オリンピック委員会 IOC、 ここは103名の委員がいますが、38名女性、日本よりは女性の比率は若干多いです。でも今までオリンピックを中心に企画運営してきたこうした組織における女性の比率というのは明らかに低い。そうした体質の中でオリンピックというのを企画し運営されてきた。これが近代のオリンピックの歴史の中です。その女性差別的な男性優位のそうした生き方、それが森発言に象徴的に表れた。私たちはそういうふうに見てます。ですから森が辞めたことでその体質が簡単に変わるというふうには思っていません。オリンピックの持っている問題というのは女性差別の問題だけでなく、さまざまな問題をはらんでいます。近代のオリンピックの持ってきたさまざまな問題、ここら辺を皆さん、私たちは4年間にわたって訴え続けてきました。もう一旦近代オリンピックをやめた方がいいんじゃないか、もう一回原点に立ち返ってスポーツやオリンピックって私たちにとって何なのか、それを考えてみる機会なんではないか。コロナがこれだけひどい状況になってきているのに、オリンピックをやるということが私たちの命を大切にすることは決してありません。そんなことは私が言うまでもなく、多くの人たちが気づいているからこそ、オリンピックを強行するということがどれだけひどいことなのか、それは分かっているから世論調査をしても8割以上の人がオリンピックをやるわけじゃない、こういう数字に結びついている。先ほど私たちは組織委員会に要請文を持ってぜひ検討してほしいということで3人で行ってきました。受付まで行ったら出て行ってくださいということで追い返されました。委員がここを通るので邪魔になるから出て行け、組織委員会が一番聞かなければいけないのは私たちの市民の声ではないですか。そうした市民がどういう思いでオリンピックを見
どういう思いでコロナを迎えているのか、そうしたことを組織委員会の受け止めとして、誰が幹事をやるのか、誰がやめるのか、そんなことばかりに周知しているような組織委員会が解散した方がいいと思います。その上でオリンピックを一刻も早く中止にする、これ以上無駄なお金をかけてオリンピックを解散に向けて進めるのではなく、今即刻やめることによってコロナで苦しんでいるお店や医療の逼迫する状況に振り向けるべき、そこを多くの人たちが今理解しているからオリンピックはやめるべきだというふうに皆さん考えています。分かっていないのは組織委員会が JOC、 そして菅首相です。私たち市民は今だからこそ多くのいろんな場所でもうオリンピックやめよう、もう東京オリンピックはいらない、そうした声を中心になるまでしつこく粘り強くいろんなところで訴え、皆さんもと共に声を上げていこうではありませんか。ぜひ、それでも強行したいと考えているようなトップの人たちがまだ生き残っている限り、オリンピックはそう簡単にはやめられそうにありません。もうここで終わりにしよう、そういう声をぜひ私たちと一緒に皆さんいろんなところで上げることでオリンピックを中心に追い込んでいきたいと思います。共に頑張りなさいね。電車取りますよ、気をつけて。今東京オリンピックについて4300万が行われているということで、オリンピックパラリンピック組織委員会が入居している、このトリトン、晴海トリトンの前で私たちはオリンピックをまっすぐやめないというアピールをやっています。皆さんも本当にご存知だと思いますが、オリパラ組織委員会の会長森喜朗、本当に許しがたい発言です。私たちはオリンピック反対の声もオリンピック決まる前から出てきましたが、やっぱり黙らされてきたというふうに感じています。そしてこのコロナ禍で本当に多くの人が命を落とし、コロナ感染の恐怖に苦しみ不安になっている、そのさなかにもオリンピック開催をもう何が何でも強行する、そういった立場を崩さない、オリパラ組織委員会、そしてそのトップに立つ森がよりによって女性の声を封じるような発言をしている、こうやって黙らせてきたんだなということを本当に実感を持って感じました。今東京日本でもオリンピック中止もしくは再延期ということで感染している人ももう8割方、本当に多くの人が今年オリンピックをやるべきではないと、はい、年明けからはもうどんどん反対の声が高まっている、そうした声を一切受け入れず、オリパラに懸念を示すような声をとにかく塞いできた、女性の差別発言の前にも森会長が世論のせいでオリンピックが長くなっているだとか、聖火リレーでは
有名人は韓国化すればいいとか、本当にそんなの伸びやかな話をね、こうやってオフィシャルに展開して当たり前だと思ってる。それができてしまう日本オリンピック委員会の状況、オリンピックがいかにこういった過剰性的な親父たちによって進められてたということが本当に今回露呈したと思います。日本のオリンピックはずっとそうでした。こうやってスポーツ界でも差別、暴力、パワハラ、セクハラが蔓延してきた。時折問題にはなりますが、それにも何事もなかったかのように進められてきた。そういったスポーツ界の暴力体質、差別派体質、女性を排除してきた歴史、そういったものがこうやって今露呈している。そしてもっと重要なのは、それにこれだけの怒りの声が全国からこれだけ上がっている。女性だけじゃない、本当にたくさんの人がオリンピックに反対し森にやめろと言っている。この声を真摯に受け止めてください。森会長のような人物をのたばらせてきたのは、オリンピックが平和の祭典だとかフェアだとか、そういった理念のもとに森会長の人をのさばってきた。このことをスポーツ界が真摯に受け止めるべきです。オリンピック、パラリンピック、ただでも高齢化で大変な状況、さらに経済的にもすごく厳しくなっている。多くの人が経済活動を控えて、もうこれ以上コロナが広がらないように、多くの人が今少しずつだけども我慢して我慢している時に、オリンピック、パラリンピックだけがなぜ無傷でできると思っているのか。しかも当初の6万以上もの3兆円にも上る開催費を費やして、それでも強行しようとしている。オリンピックは本当に無駄にばかり費やしてきました。この組織委員会、300人でも400人も有名人を集めて組織委員会が維持されるだけ、どれだけの金が湯水のように使われているか、そういったことからところからちゃんと正していかないと、会長の首をすり替えただけでは何にも変わりません。こうしたトップダウン、発祥的な体質をこのままどこかマイナーチェンジしたところで本質は全く変わらない。オリンピック反対の声こそ今真摯に受け止めてほしいというふうに強く思います。オリンピック今こそ止めて、オリンピック自体の廃止を私たちは強く訴えます。今準備が進行している北京、パリ、ミラノ、ロサンゼルスでも、さまざまなところから貧しい人が追い出され、多額の予算が費やされ、このコロナ禍において、それにも進められようとしているオリパラに、世界中、日本だけじゃない、東京だけじゃない、世界中で反対の声が上がってます。もうオリンピック やりたい年なんかどこにもない。この現実を IOC、JOC、そしてオリパラ組織委員はきちんと受け止めてください。今すぐオリンピック、パラリンピックを宣言してください。今学校帰りのみんなも聞いてくれてると思います。オリンピック、パラリンピック、今学校で 1年間に35時間もオリンピック、パラリンピックはいいものだよ、オリンピックの選手はみんな強くていいものだよっていうふうに学校でやってると思いますけども、もうこういうことを学校で一方的に教え込む、これ自体がすごく、人権侵害、一方的な国が決めたことを押し付けてくること自体に、私たちはやっぱりオリパラの怖さとか恐怖とかそういうものを感じています。本当はオリンピックに反対する人はたくさんいます。オリンピックのおかしい面は
見せないようにスポーツの素晴らしさばかりを教え込んで、そして部活に当たり前のように参加するようにさせられて、そしてスポーツだけが素晴らしいように教えられていく、このこと自体が非常に私たちは危険なものだというふうに考えています。オリンピック・パラリンピック反対していく人はもっとたくさん世界中にいます。そしてオリンピック・パラリンピックに家を守れた人、家族を工事現場でたくさん人が命を落としたり怪我をしたり、オリンピックのための会場設備でものすごい犠牲が払われている、そういう嫌な面こそ私たちはちゃんと見ていかなきゃいけない。東京にオリンピックが来てしまった以上、私たちはこんな負の側面を世界に、そして次の世代の人たちに伝えていくのが私たちの責任だと思っています。今すぐオリンピックを止めて、今までのこの7年間のオリンピックの本当にひどいありさが本当にみんな見て知ってるのに誰も知らない、この時代をおかしいと思う、そういった気持ちを私たちは決して黙らないことで伝えていきたいと思います。オリンピックの中心改めて求めます。組織委員会の方々、あなたたちがこそが決断しなきゃいけないことなんじゃないですか。今すぐ中止を決断して、もう3月末には聖火リレーを始めようとしている福島の人たち、去年聖火リレーが直前に中止になって2億5000万円もの負担を福島の人たちは言っています。どこの復興がいいんですか。あなたたちが浮き回れば浮き回るほどまた金がかかって、現地の人たちが苦労する、もうこういうことが繰り返し、もう今すぐやめてください。オリンピックを今すぐやめて、金を全部お金のない人に渡してください。コロナ対策にきちんとお金を使ってください。オリコンにこれ以上金をかけるな。オリンピック・パラリンピックの中止を私たちは強く求めます。ありがとうございました。本当に今日ですね、本来であれば森井辞任だけではなくて、もうここでオリンピックの調子を、決断すればきっと世界中にホットニュースとして、みんなに歓迎されたと思います。組織委員会、そういう貴重なチャンスを自分たちで潰しています。そして私たちせっかくここに来て声を上げているのに、全然私たちの、声を受け止めようとしない、こういう官僚的な態度にも超ムカついています。もう少しやっていきたいと思います。では今日私たちの呼びかけに、駆けつけてくれた、仲間の人からです。皆さんこんにちは、お疲れ様です。私は森さんが辞任するというニュースが流れる前に、まずはこの間のフェミンさんが主催されたところに行って抗議の意を表してきたんですけれども、この臨時会合でここで声をどうしても怒りを持って抗議をしたいなというふうに思ってました。でその時にたまたまこちらの方たちが抗議行動してくださるということをツイッターで見て参加させていただきました。こういう場を作っていただいて主催の方には本当に感謝の気持ちで今います。ありがとうございます。たくさんの人たちが森さんの発言に対してとんでもない怒りを持って批判をしています。このことでかなり状況は変わってきてると思います。森さんはもっと私はしがみつくかなと思ったんですけれども、やっぱりあまりの批判にさらされて森さんも辞任せざるを得ないところに、これは世論の声が追い込んだんだなっていうふうに思います。私たちが黙っていたら多分こういう状況にはなってなかったんじゃないかなっていうふうに思います。でも森さんは自分の言ったこと、そして自分の人権意識、女性蔑視、女性差別の
ていますし、その人が公認を選ぶなんていうことはさらにとんでもないことだと思っています。で、今委員会どんな話し合いがされているか分かりませんけれども、森さん一人の問題ではないですよね。周りにいた人たちも笑ってたっていう報道を聞いたときに、本当に私は呆れ返ってしまったし、誰一人としてそのことに対して異議を唱える人がいなかった。女性は話が長い、女性は競争意識があるから一人が発言すると私もと言って会議が長くなる、こんなことを笑ってよく話聞いてましたねっていうふうに私は言いたいです。とんでもない、何の何でしょうね、その何でしょうね、その裏付けというか、どこにそんなね話が長くなる競争心があるなんてね、そんなこと勝手に決めつけられたくないです。一体誰のこと言ってるんですかっていうことですよね。女性と一括りにして、でこの話を聞いた時に、あ、私はやっぱり自民党の人たちって夜会合をこのコロナ禍でも平気でいろんな自民党の議員の人たち会合をやってましたよね。複数5人以上で集まって名前もするステーキ食べたり、そうやって夜の会合で全てをお友達で決めてしまって、昼の会議ではもう決まったことに対してシャンシャンとするだけ、そこに対して女性がきちんと議論をしようとしたら話が長いと言われてしまうというね、こういう自民党の体質っていうのが森さんの女性差別発言から非常に私はもう現れてる、伝わってきたなっていうふうに思います。でもうこういう自民党政治、おじさん政治、こんなのももう変えなきゃいけないと思ってますので、今年の10月までには絶対行われる衆議院選挙、ここでもう自民党の人たち、菅政権の人たちは絶対に落とさなきゃいけないというふうに私は思ってます。でオリンピックのことに関しても私はもともと中止した方がいいと思ってました。だいたい何を優先して政治をやっていくかってことを考えてほしいんですね。人々の命、暮らしのために政治はあるものです。それをないがしろにしてオリンピックってインパール作戦みたいな、そういう政治はもうやめましょう。オリンピックだったり、それから過去には万博なんていうのもありましたけれども、そういう箱物政治みたいなことでいろんなものが覆い隠されてきています。貧困だったり、人々の苦しさだったり、それから環境破壊だったり、たった2週間ぐらいのオリンピックのために一体何本の木が切り倒されたんでしょうか。一体何人の路上生活者の人が排除されたんでしょうか。こういう人に優しくない政治はもう私は終わりにしたいです。オリンピック委員会の人たち聞こえてますか。もう森さんはその場所にはいてはいけません。会長だけではなく委員会自体もやめてください。そして森さんの発言を笑って聞いていた委員会の人たち、あなたたちにも責任はあるんです。委員会は解散してください。オリンピックはやる必要ありません。ありがとうございました。臨時会合に出ている組織委員会の委員の皆さん聞こえましたか。オリンピックやってる場合じゃないですよ。もう皆さん責任取ってすぐにやめてください。辞任してください。オリンピックやめてください。本当は今日はそのための歴史的な日にすべきだったのに、堂々とオリンピックを温存しようとしている人たちに、強く抗議をしていきたいと思います。あともう少しなんですけれども、お断り区の仲間から発言をしてもらいます。
っとなんかどうも、こんにちは。私、国富と申します。アジア連帯講座というグループに参加しております。で、おそらく私自身、ちょっとこう周りの今発言されている方々を見ると、私が一番高齢なんじゃないかっていう気がするんですね。それで、私が1964年の東京五輪があったときに、うちが割合その国立競技場に近いところにあったもんで、それでいくつかの競技を見ております。それで例えばですね、一番有名なのはマラソンでエチオピアのアベベが圧倒的な強さで第1位になって金メダルを取った時のことなんですけれども、ちょうどその競技をですね、私は見てたんですね。で、それは会場で見てたんです。で、だからそういう点で言えば、やっぱりその後ひね返し機も見てたんですよ、実は会場でね。結構そのくじ運が良くて結構当たったもんで、そういうのを見てました。で、確かにあの時のその、オリンピックっていうのは人を非常に興奮させ感動させるっていう、そういう面ってのはあったっていうふうに思うんですね、今から考えると。しかしやはりその中にその何というのかな、ナショナリズムっていうか、でそれでとにかく記録を競って、でそれを個人の栄誉というよりは国の栄誉とするあり方っていうの、それは一貫してずっとこう貫かれてきたことだったというふうに思います。で、私自身本当にその時ってのは結構感動もしたわけですけれども、実際に見ててね。で、何せこう見てたら本当学校行かなくてもいいっていうふうに葬儀屋の許可が出てたもんだから、学校休めるっていうことと、それからその当時の競技のその興奮っていうかね、あれにこうものすごくなんていうかこう非常にこういいものを見てたっていう風な、そんな印象があります。で、しかしやっぱり現実のところはどうだったかっていうと、それはその日本の戦争責任というものを最終的にその忘れさせていく、でそういうイベントが1964年の東京五輪だったっていう風に思うんですね。で、その時に初めて私はやっぱりこうオリンピックがいかに、その後何年か経ってなんだけれども、政治的なイデオロギーに貫かれた、本当にナショナリズムに貫かれた、でそういう競技イベントなんだったということを私は今改めて感じているわけです。で、じゃあ今回のその、オリンピック、今度は次のオリンピックって2020年というふうに言われていた、このオリンピックがどのようなものになっていくのかっていうことは、改めてやはりこの間のその発言等々でですね、非常にその明らかな形になっていってるだろうというふうに思います。で、私自身は本当にこのナショナリズムに満ちた、反乱主義に満ちた、差別に満ちたオリンピックをどうやって変えていくのじゃなくて、もうやめると、でオリンピックというあり方、国同士の競争によってその大国主義なり愛国心をその勝ち立てて、それでもってですね、人々をたぶらかっていく、そういうあり方を改めて人々に示したっていう点ではね、森さんのこの間の一言の発言というのは非常に効果があったというふうに思います。それは森さんの功績だというふうに言ってもいいと思う。
このやっぱりとんでもないオリンピックというナショナルイベント、これは単にヒトラー五輪だけの話ではなくて、それが連綿とずっとこう続いているっていう、このあり方をやっぱり変えていくということが今一番本当に私たちに求められていることなんではないだろうかと。で、今度のその東京五輪をキャンセルすることによって、もう一回そのオリンピックそのものをこうなくしていくと、そういう声をですね、一つ一つ人々の中にやっぱりこう共に作っていくっていう、こういうことがおかしい、やっていかなければならないだろうというふうには思うんですね。で、その意味ではその森さんの発言というのはある意味では非常にまあ功績があったっていうふうに言うべきかもしれません。オリンピックというのはこういうものなんです。国家、民族差別、それから性差別、これに貫かれたオリンピックのあり方というものを本当に変えていくというよりは、オリンピックという競技そのものをやめていくっていうね、やめさせる、で、こういう運動に変えていくような第一歩を、やっぱり私たちはこのまま状況の中で作っていきたいなというふうに思っています。本当にまあオリンピックはもうやめようと、こういう、まあ、その金をかけてですね、人々をそのナショナリズムと反乱主義に導入していく、こういうイベントは絶対にもうやってはならない、このことをやっぱりこう私たちは強く訴えていきたいと思います。皆さんともに頑張っていきましょう。はい、ですね、なんとなくこの辺が静かになってきたんですけれども、今ちょっと様子見に行ったんですけど、まだですね終わってないみたいで、まだ2階のそのホールっていうんです、ホールっていうか、なんだろう、エントランスのところには、メディアの人がたくさんいて待っているようです。もうちょっと続くんじゃないのかなというふうに思うので、私たち今日比較的あったかいですけれども、それでも、長時間でなんとなく寒くなってきたんですけど、あともう少しだけやって終わりにしようかなと思いますので、ちょっと温まるためにも、会議の人たちに、参加者に声が届くようにちょっとコールをしたいと思います。よろしくお願いします。寒いんで、みんなで、抗議の声を出していきたいと思います。声出しづらい人はですね、バス停のあたりに、座談機が2つぐらいあるので、ちょっと声出ないなっていう人はよかったら使ってください。オリンピック今すぐやめろ、オリンピック今すぐやめろ、オリンピック今すぐやめろ、オリンピックを中止しろ、オリンピックを中止しろ、オリンピックを中止しろ、オリンピックを廃止しろ、オリンピックを廃止しろ、もっと市民たちが許さないと、もっと市民たちが許さないと、組織委員会は解散しろ、オリンピックは解決の再建だ、オリンピックは解決の再建だ、オリンピック今すぐやめろ、オリンピック今すぐやめろ、オリンピック今すぐやめろ、ノーオリンピック宣言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 、キャンセル全員で、アボニス・ピアニッピー、アボニス・ピアニッピー、
級に人権を守れ、オリンピック今すぐやめろ、オリンピック今すぐやめろ、オリンピックは廃止しろ、オリンピックは廃止しろ、組織委員会の解散しろ、組織委員会の解散しろ、森の辞任だけじゃ許さないと、オリンピック今すぐやめろ、オリンピック今すぐやめろ、オリンピックはどこにもいらないと、オリンピックはどこにもいらないと、オリンピックは差別の象徴だ、オリンピックは差別の象徴だ、オリンピックは最初の象徴だ、オリンピックは最初の象徴だ、オリンピック今すぐやめろ、オリンピックは今すぐやめろ、オリンピックはどこにもいらないと、オリンピックはどこにもいらないと、オリンピックは命を守れ、オリンピックより命を守れ、マウンディッセキュー、マウンディッセキュー、キャンペーン、ウェッキングキャンセルザ・オリンピック、キャンペーン、ウェッキングキャンセルザ・オリンピック、アボリッシュ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 ・オリンピック、ノーオリンピックセクエア、ノーオリンピックセリア、ノーオリンピックセクエア、ノーオリンピックセリア、オリンピックやめろ、オリンピックやめろ、オリンピックやめろ、今すぐ中止しろ、今すぐ中止しろ、今すぐ廃止しろ、今すぐ廃止しろ、オリンピックは永遠に廃止だ、オリンピックは永遠に廃止だ、オリンピックは永遠に廃止だ、オリンピックを終わらせよ、オリンピックを終わらせよ、オリンピックやめろ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 、でもう少しだけ付き合ってください、多分もうそろそろ終わると思いますけれども、犬の人ここから出てこないのかな、まあ、とにかくちょっと怒りの声もうちょっとぶつけましょう、はい、はい、予定ではですね、まあ、4時半までの会合ということなんですけども、まあ今日はですね、あの臨時会合です、理事会でもないですし、決定何かここで決定できるような権限もない会合ですので、ここで例えば、まあ、辞任の表明は自由でしょう、しかしその次 の、 その、組織委員会の委員長を決めるですとかね、そういうことはあの今日ここではあの決められないし、決めてもおかしい、と思います、せめて決めるのであればオリンピックの中止を決めました、これ以外に今日ここで決めることはないだろうというふうには思っていますが、どうなることかというふうに私たちは待っています。それでですね、まあ、この後も実は、予定されている公式のオリンピックイベントというのはまだまだ、あります、実際にはできないし、もう中止は決めていると思うんですけども、まあ、それを繕ってですね、どのタイミングでですね、中止を発表するのが一番いいのかと、選挙もありますしね、都議会選挙もありますので、その後の総選挙もありますということで、タイミングを見計らっているんだろうなというふうには思いますけども、公式にはですね、まだまだあの東京2020テストイベントカレンダーというのがですね、
まだホームページに、少し前の段階ですけど載っています。今ちょっと載ってるかどうかは確認してません。例えばですね、3月の4日から7日まではですね、アーティスティックスイミング、これ飛び込みかな、のオリンピックの水泳のですね、まあ、テストイベントが東京アクアティクスセンター辰巳にありますね。辰巳のその国際水泳場の隣にまたそれを上回る形で大規模な予算をですね、当時ですね作った、スイミング施設がありますが、まあ、無観客、やっても無観客ですので、無駄になったアクアティクスセンターというのがあります。そこで3月4日から7日までアーティックスイミングのテストイベントが行われる。その次パラリンピックの車椅子ラグビーですね、まあ、この車椅子ラグビーも一番その差別、障害者スポーツの中でも差別が激しいというふうに言われている、スポーツですけども、まあ、このテストイベントがですね、4月の3日から代々木国立競技場で行われます。その後もですね、水泳、水球ですとか飛び込みラグビー、や自転車ですね、やあのパラあの射撃、スケートボード、バレーボール、体操、陸上競技、ぐんぐんぐんということで、3月から4月、5月、にかけてですね、テストイベントがですね、18、今予定をされているということです。もうおそらくほとんどこれ全部キャンセルになると思いますけども、こういうですね、無駄なあのスケジュールを立てて、中止を引き延ばしてということもですね、予算、それだけですね、ここの確かオフィスが、月が4000万でしたっけね、賃料がかかっているというふうに言われてますけども、まあ、そういう無駄なお金、それは賃料だけですけども、もちろん賃金も出てますよね、あの組織委員会の皆さんに。5000人の 森さん、今ここで辞めたら5000人の組織委員会の人たちの、仕事がなくなってしまうというふうにですね、言って武藤事務局長は止めたわけですけども、そもそもやる必要のないオリンピックのために、無駄金がたくさん投じられていると。本来であればもう去年の3月24日に中止を発表しているはずだったのが、1年間、先延ばしのしてずるずるとですね、必要のないお金をどんどんとオリンピックのドブの中に捨てていったというのがこの1年間だったんではないでしょうか。ということで、まだ、中のですね、動きがですね、まだないようなので、仕方なくこうやって続けてるんですけども、どうしましょうかね。あと40分ぐらいだったらあの森の、スピーチ全部僕持ってますので読み上げてもいいんですけども、非常に、差別的なあの女性差別の発言内容もそうですけども、さらにひどいのはですね、あの中で言われているように山下会長をですね、実はコケにしてるんですね、森の組織委員会の委員長は。山下君がまさかこんなに素晴らしい発言すると思わなかったと。きっと JOC の中に素晴らしい委員がいたんだろうと。ああ、もみ恵子さんだなと。彼女がきっとその原稿を書いたんだなというふうに、あの森はあの問題のスピーチの中で言っていたわけです。山下にはそんな能力もない。俺が指名して会長にしてあげたやつに、そんな素晴らしいスピーチができるはずないのにというふうには森はあの場で発言をして、素晴らしいスピーチ原稿を書いたのはもみ恵子さんだというふうに持ち上げながらですね、自分たちのお家の恥を晒すようだけどもということでラグビー協会の中の女性理事を落としめたとこういうのがあの発言の顛末の一つです。しかしこのもみ恵子 JOC の理事もですね、実はあの NHK のもみ会長の娘さんですね、ということでこういう形でさまざまな形オリンピックにですね、スクオリ五輪貴族がですね、たくさん、今回のその無駄金ドブに捨てる中からですね、ドロドロのドブの中でですね、お金を、ポケットの中に放り込んでい、ってるというのがですね、このオリンピックの実態の一つであるわけです。こういう、ドロドロ、まあ、誘致の時から招致の時からそうでしたけども、賄賂で勝ったオリンピック、放射能にまみれたオリンピック、福島の人たちを切り捨てたオリンピック、そして今コロナの、中で大変なエッセンシャルワーカー含めて、患者さん含めてそういう人たちを切り捨てていくオリンピック、そのような非常にですね、汚辱にまみれた、のが東京オリンピックということで、まさにオリンピック五輪憲章にふさわしい、オリンピックの、終わりの始まりをですね、この東京オリンピック組織委員会が組織をしていただいたということで、今日はここに感謝に、感謝を込めてですね、私たちはあの、スタンディングをしているわけですが、なかなか終わらないですかね。どうしましょうか。もうちょっと喋れ。ネタはそんなにないですけども、じゃあちょっと喋っておきましょうか。
実は2月のですね、中旬にですね、4者会談にですね、IOC、まあ、おそらくバッハ会長だったと思いますが、が来る予定で4者会談を行うという予定になっていたわけですね。私たちはそれに合わせてオリンピック中止の署名を集めてですね、提出をしようというふうに思っていたわけですけども、まあ、ついにオリンピック組織委員会の会長の本音が出て、女性差別的な本音が出たということで、この問題が大きく世論で取り上げられてですね、こういうセクシストの会長を辞めろということをですね、全国全世界からですね、抗議の声が上がったわけです。この中にはほとんどの人はですね、オリンピックそのものについてはそんなに問わないと、あるいはオリンピック別に関心なかったないけれども、今回の森の発言はひどいという人がたくさんいると思います。今回これをきっかけにですね、オリンピックそのものの問題点、矛盾、そしてそれが抱えるですね、歴史的な問題をですね、見事にですね、明らかにしていただいたということで、私たちはですね、今回これを機に、オリンピックの問題点に気づいた人たちにたくさん訴えかけていて、オリンピックはそもそも最初のスタートの時からですね、奴隷戦の中で始まった、競技ですし、戦争の中で始まった、祭典だと、まあ、平和の祭典はなく戦争の祭典なわけですよ。オリンピックは戦争を真っただ中で、オリンピックの時だけ戦争をやめるということで、戦争真っただ中の祭典がですね、オリンピックの祭典だということでずっと批判をしてきたわけです。その批判がですね、今回ですね、組織委員会の森会長のですね、差別発言を機にですね、たくさんの人たちにこれが訴えが伝わっていけばなと思っているわけです。ですが、まだあれですか、もうそろそろ聞き飽きた。はい、わかりました。ということで、オリンピックの問題点、語り尽くせば、語っても語り尽くせない、ほどです。それをですね、取り繕うためにですね、次には、今川淵さんはですね、会長を引き受けるのを、まあお断りするとこういうような報道が流れて、次は橋本五輪担当大臣がですね、委員長をするのではないかというふうには言われてはいるわけですけども、まあ、そもそも談合の中、あるいはですね、こういうその金とですね、賄賂とですね、汚辱にまみれた組織委員会の会長に誰がなったとしてもですね、オリンピックの性質そのものは絶対に変わりません。一刻も早く東京オリンピックの中止を宣言し、もうオリンピックは二度とどこでもできないということを世界中の人たちに明らかにするというのがですね、今の、組織委員会の、最後の役割ではないかと思っています。今すぐ、オリンピックの中止を発表してください。ですね、今の状況なんですけれども、まだ、終わってないような雰囲気が漂っているんですけれども、ただ結構時間も経ってきたので、とりあえず、しんどい人もいると思いますし、今日のとりあえず一旦決めようかなというふうに、思います。いいですかね。それでもしあれだったらちょっと相談しますけれども、とりあえずこの行動はここで終わろうと思いますので、最後にですね、ちょっとこれからのことを告知して終わっていきたいというふうに思います。今日は緊急な呼びかけでしたけれども、平日の午後にもかかわらず、30人ぐらいの人が集まってくれました。どうもありがとうございました。それで、私たちはこの 森発言を起こる前から、まあ、起こるべきして起こったという感じもあるわけですけれども、非常にオリンピックの差別的な体質が赤裸々に現れる事態となり、今森会長が辞任し、その後どうするんだみたいなことで吸ったもんだしていますが、この後に及んでも中止を決めない、この組織委員会 JOC、IOC、それから東京都、日本政府のこの対応に対して本当に私たち怒っています。で、今お断り区としては、福島の緊急事態宣言、それからコロナウイルスの、COVID-19 の、緊急事態宣言下の中で、起こっている、今五輪を進めようとしていることに対して、中止を求める署名というのを集めていますけれども、とりあえず来週中まで集めて、20日の日ですけれども、今度は場所を、JOC 前に変えて、アピール行動をやろうというふうに思っています。で20日、
2月20日2時からですけれども、オリンピックミュージアムの前、新国立競技場の、あの前にありますけれども、そこの広場のところに集まってもらって、五輪中止、オリンピック廃止の声を上げましょうということで、ぜひ2月20日に集まってください。それからですね、署名も集めています、ウェブ署名もできますので、ぜひ皆さん、調べてもらって、あの署名、周りの人たちにも呼びかけてほしいというふうに思います。今、300ちょっとですけれども、500、1000とか集めていきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。昨年は、3月聖火リレーの直前にですね、オリンピックの中止を決めたわけですけれども、そのずるずる引きずった延期を決めたわけですけれども、ずるずる引きずった、その過程で、このコロナ対策遅れたということがありました。それから J ビレッジ、福島の J ビレッジからスタートする聖火リレーですけれども、その少し前には周辺だけ除染していたけれども、ちょっと外れたところは放射線の値が非常に高いということをグリーンピースの人たちが測定して明らかにしたわけですけれども、政府はそのこともひた隠しにしていたということがあります。福島はまだ非常に、厳しい状況があります。それから、東京もですけれども、今、世界中がコロナの問題で命を脅かされている中で、オリンピックはやるべきではない、森会長の辞任で幕引きをさせない、オリンピック廃止を求めての、運動、せっかくなので、今オリンピック、この森発言からいろんなことを考え始めた人たちと一緒に、私たち運動を大きくしていこうというふうに思います。ということで、なるほど、いいですか。じゃあこれで終わっていきますけど、いいですか。じゃあどうもお疲れ様でした。20日の日にもう一回会いましょう。予定のですね、おそらくプレスリリースをまとめて記者会見が多分5時半とか5時とか5時半から行われると思うので、それでお手元に守ってらっしゃるんだと思います。それでですね、記者会見の中に流れると思います。皆さん、ふざけんなみたいな感じのツイートをどんどんと応援してもらえればと思います。